よいしょ、できた。こんばんは、のんちゃんさん、ダングリー、高内さん。今日高内さんいなかった？秋赤さんこんばんは。あ、まさとずさんこんばんは。髪型誰にやってもらったんよ？え、レンタンレンタンに決まってるじゃないかい。自分で最初自分でやってたら、なんか髪型なんかポワポワしてるよって言われて、で、え、みたいになったら、やってあげるから向こう向いてって言ってやってくれた。最強、ありがたすぎる。断崖拾ってよ、ゆきまるさん、ありがとうございます。ゆきまるさん牛乳10個ありがとうございます。そんな感じが気が、そんな気がしてたバレてた。ゆきまるさん牛乳10個ありがとうございます。おたん、お茶20個ありがとう。ゆきまるさんナイス。ひそたん、レインボースターだ、2個ありがとうございます。あ、くにさんこんばんは。今日来てくださってたね、ありがとうございますよいしょ。まさとしさん、お茶10個ありがとうございます。ピカピカ、ありがとう。10個もひそたん、そうなんだ、レンタンが神やってくれた。そうです、なんかね、超綺麗でうまいの、なんかそう上手。まさつじさん牛乳10個ありがとうございます。何家でごめん、全然大丈夫です。ひそたありがとう、ありがとうね、また来てください。くにさんハート10個ありがとうございます。私は今ガチイベ最終日でギリギリ間に合ってよかったです。あの21時59分までガチイベ中ですので、ぜひ応援していただけたら嬉しいです。ちょっと今キキのキキのキキだからあ、やばい、タコアチさん11個もありがとうございます。ナイス、ありがとうございます。オレンジ色みんな振ってね。そう、楽しみにしてる。明日はラジオになるのでちょっと緊張してるけど、17時からかな、17時から渋谷 FM、 あ、違う、渋谷クロス FM さん。今日の千葉どうだった？プチ遠征だったけど、私出身が千葉だから、そのなんて言うんだろう、マイクで振ってもらった時にちょっとやばかったけど、そう、なんかいろいろ、なんか定番ではあるけど、いろいろと紹介できたかなとは思います。あと楽しかったね。なんか午前の部と午後の部があって、そういろいろとなんかいい経験をさせてもらったなっていうのと、結構ファンの方、他のグループさんも結構近くにいて、距離が今日は近く感じました。なんかそう、ありがたかった。お疲れ様です、ハマナリオさん、ありがとうございます。やばいね、本当に楽しかった。なんか、うん、なんて言うんだろう、浅草歌劇場さんでやらせていただいた時はガチガチに緊張していて、でも楽しくって、でもなんかもっといいパフォーマンスを見せたかったなっていう気持ちがたくさんあって、やっぱり自分がこうしたいっていう主張とかじゃなくて、そう、なんかなんて言うんだろう、みんなでこうやって余裕上としてこうやっていろいろ成長していけたらなっていうのがたくさんあるから、全員揃った余裕上をなんかたくさん見せられたらいいなとは思ってます。私はまだまだ全然だし、なんか、うん、差が出ないようにしたいなって思ってるかな、今後も。ダンスとか歌とかいろいろあると思うけど、あと喋る
力とかさ、いろいろあるじゃん。ゆきまるさん、ありがとうございます。6個もハート。いやー、ライブはともかく特典会はキスマークだらけで全然そうは見えなかったけどな。あー、それね、あれに関してはもう美咲が美咲がずっとキスしてくるから、私もう5回キスされたもん。5回以上だけど、あの後もめっちゃキスしてきた。やばいよね、ほんと。あれ、あの後私マスクして帰った。ちょっとそのまま帰ってたんだけど、ちょっと恥ずかしいなと思ってマスクして、マスク外したらチークみたいになってた。恥ずかしかった。うん、山田さん、こんにちは。今日の肌の調子あんま良くないんだ。おちゃん、お疲れさま。お疲れさま、ありがとう。はらちゃんさん、え、明日来る？私じゃ あ明日の肌の調子万全にしてくるわ。みさちゃんと仲いいね。そうね、うん、なんかみさきと一番話してるかもだけど、なんて言うんだろう、全体的に今仲いいかなって感じ。なんか、うん、見られ方どうのこうのよりかは普通に普通に仲がいいです。はらちゃんさん、オレンジサイリウムありがとうございます。10個も頑張れる、ありがとう。リコちゃん、リコちゃんは仲いい、好き。リコちゃん大好き。どんぐり拾って、ありがとう。 N さん、ありがとう。 N さん、ファンレベル9、ありがとうございます。あとね、できた。あ、くしゃみに、そう、やばい、やばい、大丈夫かな、やばい、不安だ、やばい、やばい。ありがとうございます、キラキラ。大変、あ、くしゃみがやばい。本当にもう今 こっちが左目なんだけど、やばい。あ、あ、オレンジサイリウムだ、ありがとう。ハートも最高。ありがとうございます、サンレちゃんさん。ラジオ行けないからスマホ録画しようとか見、ありがとうございます。そんな機能があるなんて。私も一応調べてはいるんだけど、登録とかが多分必要だろうから、ちょっと今苦戦中。どうやってやんだろうみたいな。スマホでの見方がよくわからないっていうか。クニさん、ファンレベル8、ありがとうございます。最強、ありがとうございます。うん、私はちょっと花粉症でちょっと若干鼻声だけど、でもなんか普通に治ってきたから大丈夫。あんま気づかないでしょ、多分。今日も気づかなかったでしょ、多分。レディデビーさん、レッドデビルさんだ。お茶10個ありがとうございます。クロス FM で配信するのよ、うちもやつを見れるのかみたいな、なんか TVer みたいな機能で見れたら一番嬉しいんだけど、どうやって見るんだろうって思ってて。レッドデビルさん、ファンレビュー6、ありがとうございます。やばい、ありがとう。そうね、明日緊張するわ、やばい。
人衛星だったね今日はね。ちょっとね遠かったね。千葉出身だけど、なんて言うんだろう千葉出身だけど普通ってあんま行かないところであったから、あんまってか行かない行ったことが多分 1,2 回ぐらいあるか分かんないんだけど、そのぐらいしかなくて、そう木更津はあるんだけどね。そうだから新鮮だった。1ヶ月前とはまるで違うねって。私嘘、1ヶ月前と違う、え、いい意味だといいけど。6位になりました、ありがとう。エルイルサマサーオーユー、ありがとう。おねえみたいな喋り方になっちゃう普通に喋ってでもやばいね。え、私 X さ、あ、待って、 X にさシェアできてる？やばいやばい、 X シェアしてないな多分。かなあ、違う、ほうのを、はあ、ヨッシーさん、お姉さん、お姉さんもやばいって20、30、40、50、ありがとう。フォローしたよヨッシーさん、いつもフォローありがとう最強。あおちゃんこんばん、こんばんは、あけおめ、あけおめことよろです。でも本当に3ヶ月前とかじゃん、明けおめって言ってたの。だからあながち間違いではないよね、うん、あ、たこわちさん食パンありがとう、ありがとう。やばいね、緊張してきたよ本当に。なんかラジオって私この配信ではやったことももちろんあるけど、なんていうの、台本とかもらったりとか、ラジオでお話しするとかやったことなくって、やってみたい気持ちはすごくあったんだけど初めてだから、いや、なんか楽しみなんだけどさ、80楽しみの2割がでかいんだけど、その2割で緊張してる。今日は顔色良かったのに千葉行けなくて残念です。はあ、でもしょうがない、遠いもんねそう、ありがたい、もう気持ちがすごく嬉しい。あのね、もう毎回ずっと来てくださってたっていうのもすっごい嬉しいから、次待ってます次待ってますよ、すぐ見つけるから。高橋さん顔も覚えたから、そう、てか先約もあってね。あ、そうなんだ、え、彼女さん、彼女さんですかデート、いいじゃん、めちゃくちゃいいな、楽しんでください。私は先約ないです、ごめんなさい。この間リコちゃんとデートしたけど、うん、ありがとうございます、キラキラ。なんかマイプレイみたいな感じになるね
ダンスに関しては自信があったとしてもジャンルに合ってなかったら意味がないから、そうジャンルに合わせて今頑張ってます。歌はもちろんなんだけどね、そうダンスはもちろんだし歌はもちろんだし、なんか一個も抜いちゃいけないなって思ってる。はい、ジャニュークさんファンレベル7ありがとうございます。このさ三つ編みがさ、三つ編みかなのか分かんないけどプチってあのピンで止めてたんだけど、わーちゃんパートいいとこばっか歌ってない。そうだよ、本当にいいところもう嬉しいです。なんかもともとさゆりさんが歌ってたパートだったから、なんて言うんだろう、マイプレシャスの方かな、なんか山手の方はソロパートないから私。そう、あ牛乳20個ありがとうございます。お茶20個ありがとうございます。タルタルソースさんよありがとう。コマンチャお茶っぽタイムさんありがとう。うわ、待ってね、はい来た。おシャープタイムさんファンレビュー6ありがとうございます。ありがとうよありがとうよ、でもありがとう、どんぐり拾ってありがとうありがとう。あおちゃんファンたくさん来た、来てくれた。うん、タルサルさんいらっしゃいいらっしゃい。タルサルソースさん、あリンボースター10個ありがとうございます。今日小さい子にね、なんか一番好きなお姉さんって言ってたんですってお母さんが言ってくださって、あそうなんですかって言ったら、そう嬉しいと思って喋った。嬉しかったね、なんか、うん、嬉しい。私小さい子として見てないんだけど、あのよくわかんないこと言ってんだけど、私今そうじゃなくて、小さい子でもなんか私からすると一緒の立場であるから、一緒の立場だからすんごく嬉しくって、見た目多分小学校 1,2 年生とか3年生いってるかな、わかんないけど、そのぐらいの子だったから、そう嬉しかったね。子供ファンつくのはいいね、本当に嬉しい。一番好きなお姉さんって言ってたんですって、ありがとうございますみたいな感謝でしかない。お茶っぱタイムさん、はあ、ファンレベル7ありがとうございます。ありがたいやつ、ありがとう。こちらこそすぎるんだけど、ちっちゃい子も憧れちゃうの嬉しいね。ちっちゃい子は今日4人喋ったかな4歳ぐらいの子から4年生いってないぐらい、3年生ぐらいの子まで、小さいファンは嬉しいね。もうなんて言うんだろう、小さい子が好きっていうのももちろんあるけど、保育士目指してたぐらいだからなんて言うんだろうな、一番好きよお姉さん、ほんとくすくすくす小さい子に大人気だといいね。ちょっとこれからなっていくわ、おじさんにも大人気嬉しいよ。くにさんハート10個ありがとうございます。前髪おかしくなってたありがとうくにさん。くにさんね、そう嬉しいの、今日喋れたから。ずっとくにさんを知っててだからなんか初めて喋ったと思ってなかったんだけど、今日初めてだった。そうデビューライブとかもいてくださってたからさ、そう私ずっと喋った気になってた喋る前から名前知ってたやばいよね
嬉しい。ありがとうございます。ちょっと待ってね、あとちょっとなのか。あーやばいやばい、このイベント59分までだから、やばいね本当に。間に合ってよかったけど、昨日じゃない、今日の朝そのずっとラジオ やってたから、あーちゃんずっと見てくるから、ついチェキ取っちゃうまた取って、また取りに来て、嬉しいよ。取りに来てよ。私寂しい時めちゃくちゃあるんだけど、なんかついてる、あ、光ってるだけか。来ないなって思う時あるもん、あ、来たみたいな嬉しいから来てくれると待ってるだけじゃダメだもん、うん、待ってるだけじゃダメ、来るのだみんな来てね、待ってるから、めっちゃくちゃ待ってるから。私目がさ、なんかこういう風になるじゃん、笑うと。これ褒められた今日、このこれ嬉しい。なんか私なんか自分の目にあんま自信がなかったんだけど嬉しかった。眼力、あー目力か、間違えた。そうね、なんか目力めちゃくちゃ言ってくださる人が多い。なんかいい意味だったら嬉しいかな。目力強すぎて嫌になるとか言われたらちょっと傷つくからさあーさん、こんばんは。ニックさんありがとう。ジャニックさんファンレベル8、ありがとうございます。え、違う、ジャニックさんファンレベル9だ、ありがとうございます。9、はあ、最高、バラだ、30バラ、ピオニーありがとう、最高、ピカピカ。ニックさんピカピカありがとうございます、ありがとう。10個ももちろん意味、はあ、ありがとう。ジャニックさん11個も20個もだ、ハートありがとうございます。こんばんは、セルジオ K さん、いい意味は嬉しいね、本当に嬉しすぎる、はい、嬉しい本当に。みんな周り可愛いからさそう、なんか不安になっちゃう時あるんだよね、そのだけどね、そう、もう頑張ろうって思ってる、ずっと励まされてばっかだけど皆さんにって思える、なんか、うん、この業界のこのお仕事って難しいと思ってるけど、難しいからこそ面白いって思うからワクワクするよね。なんかなんて言うんだろう、もっと来てくださる人が増えるように、なんか努力しようって思って可愛くなれるし、服のセンスとかも向上できるし、なんて言うんだろう、嬉しいことがたくさんあるかもしれない。ミニトマトさんこんにちは、お互い元気になれてるんだから、オッケーオッケー、ありがとう。
あおちゃんはキャラ被らないから一度ファンになったらずっとついていそう。私とキャラ被る人いないんじゃない？ちょっとなんか私のさキャラってさなんか好き嫌い多分分かれるんだよね。そうだから、うん、苦手だなって思う人も多分いると思うから、このキャラをわざと出そうとは思わないんじゃない。私はもう出ちゃったからもうしょうがないんだけど。よいしょ。うん、そうね、そんな感じじゃない。でも私はもう変えられない。自分の性格を変えられるほど器用じゃないし、器用になろうとはしたんだけど、不器用な自分をなんか全面的に出して自分で自分を利用してもいいんじゃないかと思って。出ちゃった、出ちゃった、もう無理だった。ダメだったっぽいよ。長く押されるタイプ。それが一番嬉しい。これから私はたくさんね、アイドルというものをさあんまり深く知らなかった人ではあるから、たくさん学んで、皆さんと皆さんよりも知らなきゃいけないことが絶対あるから、そうたくさん知っていけたらいいなって思ってる。そういうとこ好きは。ありがとう、 I love you、 ありがとう。嬉しいよ。でも突如私がなんて言うんだろう、可愛い感じ出してきたらちょっと引くでしょ。なんて言うんだろう、なんかキュン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 みたいな。ちょっとやばいでしょこいつって思っちゃうでしょ。うん、私はなんか自分の性格苦手な部類に入るんだけど、だからといって自分で認めないのは嫌だから、認めてあげる、自分の性格を大好きになる。それはいじり倒す。やめて。タルタルソーさんファンレーム16、ありがとう、ありがとう、かわいいで10個、ありがとうございます。最高すぎる、笑う。チェキの刑だね、これはね。チェキ取らないといけない刑に陥ってしまったね。この間2枚取ってくれなかったから。この間じゃない、昨日だわ。そうだよ、昨日会ってたんだよ。昨日会場に来てくれたから。イエーイ、イエーイ、イエーイ。でもさあ、もう嬉しいね。私もチェキの系ですか。もちろんです、ずっとチェキの系です。来るんですよ、チェキの系は重いからね。うん、嬉しくないわけないよね。うん、嬉しくないことないでしょ。やばいね、楽しい。うん、2枚取るつもりだったけど、あの顔では美咲のせいだ、美咲のせいでタコアチさん来なかった。じゃあ今度4枚取って、ちょっと3枚じゃダメ、4枚取る。めっちゃ重い系の、あ、重いですね、もう重罪、重罪です。コバさんファンレベル9、ありがとうございます。あと1レベル1でアオホームに入会決定です。ありがとうございます。重いよ、系は重いよね、ほんと。
来るかな。この Q を逃したらまずいよ。この K 逃したらちょっとやばいから、この K 逃したらデコチキ3枚になっちゃうから。ああ。Q でこらえてる。やめてやめて。10は10。うんイカれたって言われちゃうから、イカれてるよこいつはって言われるから、食ってやられる、うん、やばいよ本当に。やばい、やばいよ。みんなもうちょっと10時になるじゃんか。てか私間に合って本当に良かったんだけど、そう本当に怖かった。やばい間に合わないかも、どうしようどうしようみたいな。ちょっと遠かったからさ今日、遅くになっちゃってたら間に合ってなかった。危なーって思って間に合ったよ、よかったよ。嬉しすぎる。イベント最終時間に間に合ってよかったね、本当にそう。イベント最終時間？ん？イベント最終時間？私は遅刻してないですよ。あおちゃん画面に近いお顔をじっと見てる。そう私さ今さちょっとなんかさ目がおかしいんだよねずっと。そうなんかシーム入ってさ。そうだからもうぐる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 目回しながらこうやってやってる。画面近くないと見えないから今。そうここでもいいんだけどさ、そのここだとさなんか自分に腹立つっていうかさめっちゃ偉そうやんって思っちゃうからさ、私が自分だけね、あの他の人がそうやってやってたらそう思わないよ。なんかリリシーっていうかなんかなんていうの、しっかりしてる人には見えるじゃん絶対。でも私なんか姿勢の問題かなんかよくわかんないんだけど、そのなんかふんみたいな、ふてくされてんのかみたいな感じになっちゃうから、前の方が私は好き、こういう感じの方が。だからもうやばいよね、たびたび面白さを出すね。出してない出したつもりはないよ。ありがとうございます。やばいよ。多分私のねライブ中の写真でね盛れることはねあんまないと思うからさ、もうでも可愛い写真撮ってくれたらやばいよね、ほんと使うね、なんか X か TikTok じゃないわ、インスタで待ってる。それの経緯もあるかもしれない、まだ誰もやってない。来るかな。コマ割りミットさん、ほんとリアルにあうちゃんに会いたい、会いに来てほしいわ。本当リアルあおちゃんに会いに来てほしいわ。ありがとう、会いに来て。あちょっと待って、やばい、花粉症のせいでちょっと鼻がやばかった、ごめんね。
でもなんか大丈夫だった。鼻かもうとしたら大丈夫だった。あおちゃん、チェキ系は受刑者の列。もちろん待ってますからね。高橋さんはもう受刑者だから、受刑者第一号だから、いろんな刑があるんです。あるよ。クニさんも刑だよ。もうやばいね。すべての刑にかける。あー、重罪中の重罪、100重罪が120だね。いや、もうやばいよね。うん、私を一生押さなきゃいけない系。激重。受刑者。楽しみ。ワクワク。あの、なんだっけ、見る人、あの、受刑者を見てる人、見張り番、見張り番、見張り番、私。来なかったら、受刑者っていう。嘘言わないけどさ、足に重い鎖と丸い鉄球がつけられてる。あれもうさ、なんかワンピースとかでしか見たことないんだけど、私あれなんか船つなぐやつみたいなやつでしょ。すごいあれ。どんぐりひよってありがとう。ちょっとさ、鼻詰まっちゃって今ちょっとよくわかんなくなってるから、ちょっと待ってて。ちょっと最終日だからさ、ちょっとさ待ってて。鼻詰まって おはようとかなんかちょっとやばいからさ。そう、待ってて。12秒待っててください。ゴロゴロ言わしながら、言わしながら、何言わしながらってならば、うん、そうして、何言わしながらって。浦山さんはレベル9、ナイス、ありがとう。あと10分だって。原ちゃんさんはレベル5、ありがとう。ちょっと待っててください。戻ったよ、戻ったよ。え、50個もお茶、最高すぎるじゃん。ヨッシーさん、ナイス、ありがとうございます。40個もありがとうございます。ヨッシーさん本当にナイスすぎる、ありがとう。ちょっと鼻が今ちょっとやばいんだけどさ。なんじゃそぎゃって。イエーイイエーイのやつだよ。イエーイウスってやつ、イエーイウス、じゃのこのリズムですよね。だいたい私の周り、そのウェーイって書いてる。テレ屋さんやの。照れてないし、別に照れてないし。ヨシーさんも刑に処するよ。やばいよ。アクアラインのだった。アクアラインはね、わかんない。わかんない。話してたからわかんない。なんか、わかんない。正直な感想言っちゃうと、見てない。
景色見てない切れてもない、なんで切れんの、おぎゃーみたいな、何してんじゃーみたいな。味定食は食べてない、サイズいった。有名なのにもったいない。味ね、言ってよ。千葉のサイズやどうだった。千葉のサイズやも私慣れてるから私千葉出身だって。別になんかそう、もともと千葉に住んでたからさ、千葉のサイズよく行ってたしさ美味しかったよ、そりゃ美味しすぎたよ。そうね、でも頼んだものが全てレンタンと一緒でびっくりした。なんか何々の人はーい、ええ何々の人はーいっていう、このそのびっくりはあったけどね。うん、びっくりしたよ本当にてか最近私さ、暖房つけてさ寝ちゃったことがあって、そこからもうくしゃみ止まんないんだけど、だがしかし風邪はひいてないの。あのタイマーにしてたから1時間で切れたんだけどそう1時間で切れたから全然いいんだけど、そう私そう杉とかがあるところをブワーって通ったことがあって、最近あれ杉だったかな、なんだかよくわかんないけど、でその時にくしゃみが、その時は行けてたんだけど帰ったってやばかった。潮干狩りはしてこなかった、してない、てか最近してない、最近どころかずっとしてないかも。昔 したことあるかもね、持って帰った記憶はないんだよね。なんかそこなんか持って帰った記憶はないかもしれない。有名なのにもったいない、いや、やったことあるよ。だから元千葉県民だってなんでよ全然やったことあるよ。なんかどこだったっけな、うん、あんま言わないでくれ、ちょっと私なんか全然言っちゃいそうだからさ、いろんなことそうあんま言い過ぎちゃうとさ、おいおいおいって言われちゃうから逆にそう言わないでくけど、うん、マッテガイ鳥やったことない、塩やるやつでしょ、細長いヒョロヒョロのやつでしょ、ない、マテガイないね、あーないわ。ちょっとやってみたさはあるけどね、ちょっと申し訳ない気持ちもあるよね。だってなんかマテガイってそれそれ楽しい、ちょっとじゃあやってみるわ、申し訳なさなくしていくね、ちょっとめちゃくちゃ楽しむわ、ウェーイってやるからほぼいじめ、うん、やってくるわ。千葉どこが有名なんだろうね、海多いイメージあるけど、あのなんだっけな、舞浜か、ディズニーのところ、そこも海だもんね。こんばんは佐藤志賀さん、こんばんは。あんまよくわかんないけど、あとは海ほたる、海ほたるに関してはあれ海だよね、行ったことあるんだけどさ、海ほたるはそうだよね多分ね、そんな記憶ないけど海ほたるそうね、海ほたるあるね、えまだあるよね海ほたるって、わかんないけど、いや今日撮った
知らなかったんだけど私景色本当に見ない人だからさ、景色を楽しむを知らない人だからさ、うーん、記憶ないんだよね。なんか、うーん、正直言って見てないです正直言ってうん やっちゃってるよね私も。本当に何してんのだよ。やらかしました。景色楽しまないとだって知ってるもん。ぶっかけ地元帰ったけどね。ぶっかけ、ぶっかけ地元、あ、ぶっちゃけが、ぶっちゃけ地元帰っただけねって。そうね、地元に帰っただけだね。地元じゃないけどあそこはぶっちゃけだよね。そうね、そうね、あんま、そう、なんて言うんだろう、普通っていう場所に行かないから、行ったことあるけど行かないかったからちょっと遠く感じたね。普通に私がもともと住んでたところからも遠い場所だったから。あおちゃん千葉を捨てたから。もう千葉は最強ですよ。千葉ジェッツだって好きだし、おー千葉くんだって好きだし、おー落花生だって好き、茹でたやつね。ビワも、あ、てかビワゼリー好きだったし、袖ヶ浦、君津、木更津ぐらいしか行ったことないな。仕事と岸田万博、あーそうなんだ、かゆそうなんだ。千葉ポートタワーもいいよな。千葉ポートタワー千葉ポートタワーどこだいイベントお疲れ様です。ありがとう小林さん、ありがとう、皆さんもありがとう。ちょっと今回は私なんかもっと、いやでも、うん、ちょっとあれだね、ちょっともうちょっと頑張りたかったね。あ、消しちゃった。10時イベントお疲れ様でした。10時イベントお疲れ様でしたか。ありがとう国さん。う、知らんのか、知らん。ポートタワーは千葉駅から、あ、千葉駅からなんだ。千葉駅はあんま行かないかもしれないなんか、うーん、千葉駅か、行かないね。くしゃみでしょ、くさ、くさみで、なん、くさって言っちゃった。くしゃ、くしゃみでそう。なんか佐藤社が多分逆になったんだと思う今かっちゃんさん、こんにちは。え、ちょっと待って、リコちゃんじゃんイベントお疲れ様、ありがとうリコちゃんって。あ、幕張も千葉、千葉、幕張も千葉、初見です。え、ちょっと待って、初見なの？やばい。あ、待って、消えた。まあいいや。あ、イベント最終日だから来たのや。ちょうど終わったよ。ちょうど今終わったよ。初見さんいらっしゃい、いらっしゃい。現役教員時代、遠足の引率で神奈川から海ほたるを通ってマザー牧場に何回も行きます。あ、私マザー牧場常連だね。何度行ったことか。
イベントお疲れ様ありがとう。ゆうゆうじゅうなんの、ゆうゆうじゅうだよ。待って、じいさんこれ6人目ぐらいのじいさんでしょ。私さ、じいさん率めっちゃ高くって、なんかじいさんめっちゃいるんよ。なんかりくちゃん逃げて受刑者にされちゃうよいいよ、めちゃくちゃ軽い。あ、違う、もうりこちゃんは兄弟だから。マザー牧場よく行ったの、行ったそっちに住んでないけど、そうよく行ったね。ディズニーも毎日行ってたし。いや1代目なんですけども、いや6代目ぐらいですね多分一緒のじいさんなんだろうね。どういうこと？え、チェキの刑にしてる、来なかったから受刑者たくさん。いや、やちさんこんばんは。ドイツ村、ドイツ村もあるよ。キミツ、キミツだよね、木更津、あんまかんないかの方だよね。ドイツ村もよく行った。最近来てないから、来てたなら別に。来てないね、最近来てなかったわ。だから私ずっとじいさん待ってたもん、じいさん来ないなと思って。この配信来た人はチェキ列に並ぶのけ、そうだよ、重いからね。うん、もう俺しかいねえわじいさんだけしかいないよ。水族館よく行った？どこの水族館だ？まあ水族館はよく行ってたよ。動物園も行った。なんかアウトドアだったからさ、私の家族がさ、遠くても全然行ったし、なんか東京から那須行くとかもあったし、その別にあんまり、遠くは思わない。名前なんだっけな、何、品川アクアパークなんだ、水族館、水族館、どこ、ちょっと待ってね。あ、カモシーね、カモシー行ったよ。リコちゃんの列にも並ぶ。じゃあ私も並ぶ。ボーソン、あ、ボーソン行く行く行く。そうだって私も忘れてた。でもそう、ボーソンもよく行ってた。最近は行かないけど。ボーソンよく行ってたよ。なんか、なんていうんだっけ、ホタショーってところがあって、なんか施設になってるんだけど。はいホタショーってところがあるの、そこによく行ってた。小学校の廃校になった施設を多分利用して、ご飯屋さんとかかスーパーみたいなとかある。私はそこでドレッシングを買ってるなんか私人参と玉ねぎのドレッシングが好きでよく買うんだけど、玉ねぎが血液サラサラにしてくれる。ほうって、そうだよ、人参は好きだからなんかね、肉じゃがとかに入ってやばいぐらいふやけさせたい人だから、私ふんにゃふんにゃにしたい。今日はここで失礼します。あおちゃんルームの皆さん、またお願いします、お願いします。ありがとう、はるちゃんさん、明日ぜひ待ってます。ありがとうございました。ぜひぜひ。いまきんさんこんにちは。人参ジャムあります。え、でもジャムは食べないかも、私あんまり。好きだけどあんま食べないかも。なんかパンを多分食べないから、あんまり
はるちゃんお疲れ様です、ありがとう。久保さん、なんか、あ、食べるわ。なんか私オレンジのね、果肉入りのやつ食べてるわ。あといちごジャム。いちごジャムに関してはフルーツ感覚になってめちゃくちゃドバッて入れちゃうからちょっとみかんが多いかな。なんかママレード、マーマレード、マーマ、マーマレード、マーマレード、ママレード、それが好きですよくわかんないけど、なんかそんな名前だった気がするんだよね。なんか瓶に入ってるやつ、あとチョコかけてる、チョコのやつをお肉とかにかけるのってやると、なんか鉄分が取れるからチョコをかけてる。あんまり合わないなって思ったとしても鉄分取りたくてやってる時あった。マーマーレード、マーマーレードはなくない？マーマレードじゃない？ママレード、マーマレード、よくわかんないはらちゃんさん、ファンレベル6ありがとうございます。パル、パル、パルポン、ありがとうございます。目が開いてないよね私ね、今ね全然開かないんだけど、えってえどういうこと、どういうこと。ギョルミンジャチャーさん、こんにちは、アンニョハセヨ、ハローしたよ、ありがとう。タコチさん、間違えた、してたでしょ、ありがとう。ポーポって何？いや言ってないよ、怖いよ。サトシガさんはレベル7ありがとうございます、17個ありがとうございます。ハートなんかウォウォウォみたいなわかんないけどそんな感じなんでしょ。ポー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 ウォウォ言ってましたよ、言ってません、言ってません、知りません。キラキラ5個もありがとうございます。ペペさん、ペペさん、おお懐かしい、なんかあったよね、なんちゃらなんちゃら、おおみたいな。いや私やったことないけどちょっと多感して見てたかも、ちょっと離れて見てた、客観多感、まあどっちでもいいんだけど。佐賀さんファンレベル7ありがとうございます、こんばんは、ありがとうございます。遊戯所で入らせて、えポーボ、ポーボ、ボーボ、どっちがいい、ポーボ。キヨッピーさんこんにちは、いやだから、あ、みんなさ X さフォローしてない人フォローしてください。なぐちゃんこんにちは、起きて、起きてる、なんかさ目が開かないんだよずっと、だからなんかパチ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 やってんだけど。お疲れ様です、お疲れ様です、ニックさん。でも私全然起きてるし眠くないし、正直言ってなんか目が開かないのよ、だからこうやってずっとやってる、こういう感じでやってる、よく分からん。酔ってる、私はお酒飲めないです、飲める年齢なんだけど、一回ほろ酔いを飲んだことがあって、あ、ごめん揺らしてる、二十歳の最後に飲んだのね。そしたら気持ち悪くなっちゃって
なんか赤くなっちゃってすぐに、でふわ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 してたから、あ、ダメかもって思ってそっから飲んでない。お、牛乳10個ありがとうございます。ニックさん、昨日と今日のイベントお疲れ様です。それから明日のラジオの出演頑張ってください。ありがとうございます。かっちゃんさん、フォローしてよ。こばさん、めっちゃフォローしてくれてる。明日もしかし終焉かもしれ、え、ほんと？ナイスです、ありがとうございます。酒飲んでないのか。梅酒飲んでないの？あ、梅酒飲んでないよ。ちょっと飲んでみたいとかもあるけど、梅だから。梅好きなんだよ。鼻詰まっちゃった、ごめん。あの全力で、あの鼻詰まってますけど、そのままいけますね。やばくなったらちょっと鼻噛みに退出しますけども。マッコリも飲んでみて。あ、韓国マッコリね。アルコールは回数こなすと強くなるらしいよ。私は全く飲めないけど。飲まなくていいと思うんだけど。私なんか、あ、ジャンユックさん、ファンレベル10ありがとうございます。付き合いとかもあるかもだけどさ、お酒の付き合い大事だけどさ、なんか良くないみたいな。アフモジュンにありがとうございます。コメント流れた？テレッツ21日今見たらライブ被ってんの。あ、これか。危なー。21日被ってんの？来れるよ、来れるよ。頑張ってね、お仕事とかあったら。でもじゃあ次来てください。 K が残ってるから。私も飲んでないけど。飲んでないんかい。酒もタバコもギャンブルも初めやから、初めからやめなきゃ。それだけなんでやめましょう。そうね、やめないね、やめないね、じゃやめるね、やめるねっていうか、やってないね。ちょっとさ、一旦退出し、鼻がちょっと詰まりすぎてちょっとやばいから、ちょっと無理なのよ。平日は無理なの？え？土日？ちょっと土日来て。待つて、本当に。明日オレンジと白とピンクですよね、出演する人。そう、やばい、耳がちょっと聞こえなくなった今。ちなみにピンクにバレないように行きます。ピンクにバレないように行きます。え、ピンクのお友達？かっちゃんさん、え、誰？待って、知り合いじゃないよね私。炭酸プラスアルコールは酔いが回りやすく。ほろ酔いは入ってないか。あ、入ってやったわけじゃないからね。前髪こっちやろうとしただけだからね。鼻噛んでください。鼻噛みました。おかわり、ただいま。いい椅子だな。いい椅子でしょ。どうだった？え、詰まってた。鼻詰まってた。しゃっくり出た。サフランさん、こんにちは。んや、あ、危ない、あ、やばいやばい、ちょっと待って、やばい、足が変な方向に曲がった。うん、私はあ、わし花なんだ。私はわし花じゃない。わし花かっこよくない？なんか綺麗じゃない？なんて言うんだろう、
キングコング梶原さんもわし花だよね。あれかっこいいって思う。花なんか綺麗だなって思うよ。うん、私はわし花じゃないけど、私知らん。リコちゃんどこにも今日来てくれた人が配信見に来てくれてていい感じ。ああ嬉しいね、ありがとう。ちなみに今ピンクをしてます。ん、誰、みさき、みさきピン、え自分で押してるみたいな感じ。えみさきじゃないでしょ、初見じゃないもんね。え綺麗なんだなんて照れるわ。照れた。え、なにピンク押して誰？え、わかんない。美咲の友達？わかんないけど、知らないけど。正解です、美咲です。なんだよかっちゃんって。何かっちゃんって。どっから来たのよ。桜井美咲く、かきく、くだらない、はあくだらない、キス、キスマが、このキスマが。え、だから私絶対なんか初めての人じゃないと思ったもん、そのなんかかっちゃんっていうそのニックネーム感じ。そうだ、絶対なんか誰かだろうと思ったの。てか初めましてじゃないでしょって言っちゃったもん私。時系列の系だな。そうだよ、ダメよ、バラしちゃえ。本当だよ、もうバラしちゃって。いやわかんない、こっちからさあんま 見えないからわかんないけどさ、本当に目わかんない、私なんかもうしょぼ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 してる、無理。てか、え、美咲さ、初めてなの？アカウント変えた？キスマなんて言っちゃダメ。キスマだよ、だってさ、前回の時さ、めっちゃキスしてきたもん、私。実は私は美咲です。やっぱり？え、だと思ったもん。なんかさ、美咲いっぱいいたもん。やっぱりってか、高橋さん美咲だったんだ。ごめんごめん、誤解してた。ともかさんこんにちは。高橋美咲さん、ね、いや多分美咲じゃなくない？かっちゃんさん、私コバです、知ってます。なんか美咲じゃないみたいな文章だった。てかわかんないけど多分美咲じゃない。なんとなくだけど多分美咲じゃない。うん、と思うよ。本人だったらごめんだけど多分違うと思う。うん、あなたは美咲ではないです。美咲ではないです、もちろん青です、青です、そうです、そうですよ、そうですよ。私本当になんか免疫強いんだなと思った。でも花粉には弱い。なんかえ、どんだけ花粉症なのってぐらい、なんかもう免疫全部花粉に持ってかれたんかってぐらい花粉に弱い。うん、それ以外は強い。美咲ファンです。ちなみに明日行ったら分かります。 OK です。えじゃあ本当に美咲だったら私言うからね。
じゃあ後で電話するわ。じゃあいや美咲が電話出てくれたら信じるよ。出なかったら信じない。だお風呂入んないで待っといて。美咲ちゃん今リコちゃん配信にいる。ほら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 、うわー誰え本当に誰。美咲ファンですでしょ。え分かんない。私にも電話して。知らんけどなりすましはブロックだけど。あーかっちゃんさん、あーいやブロックしたら面白くないよ。もう公開処罰の刑だよ重罪だからね。もう重だからね。やっちまったなかっちゃんさん。あんちは？やばいね。ほんと違うよ。あおちゃんが勝手に勘違いしたのよ。知るか知るか知るか。回数券丸ごとのけ、あお願いします。回数券丸ごとのけ最高。宿敵のけ卵スタヤーやー。宿敵に2枚残ってる。じゃあ私に使ってください。わお茶ジュークありがとうございます。ペーペーさん、あー牛乳ジュークありがとうございます。最高最高最高です。嬉しいね。くす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 。おはおうペップさん。おはおうだよ。なんかあるの？みんな宿題チェキやりたがるけど。え、私は楽しいから。わかんない。みんなわかんないけど。本当に明日行きます。うお。本当？ありがとうございます。来て待ってる。分かんない。特典会の時にさ、じゃあ言って美咲ファンですって。そしたら多分分かる。昨日美咲ファンって言ったものですけども、あの申し訳ないんですけどもみたいなテンションであーってなんか私、それか私はって真顔で見つめる。今日はちょっと目開いてないんだけどもガチのチェキの負担減らしてくれないと困る。ガチでチェキの負担減らしてくれない。あーね、あのね、そうね、無理や禁物だからね。まあ、生きる範囲で来てくれたらそれが一番最高だから、ぜひぜひ無理のない範囲で、若干無理していただいて来てくれたら嬉しい。わあ、なんか変なのになっちゃった今。じゃあ美咲の顔見たら分かります。ん？本当に美咲なの？かの私もう信用できないんだけど。ああ電話するからね。じゃあ待っててよこの後まるさんこんにちは。絶
絶対美咲じゃないと思うんだけど、美咲だったら謝るわ。ごめんねって言うから。人間不信、本当に人間不信。うちのイオンモールにも来て。どこ？あのね、行けるかどうかその主催してくださる方によるんだけど、そのなんて言うんだろう、あのお話をマネージャーさんとかにお話しすることは、私がなんかどこどこ来てって言ってくださったんですけどどうですかみたいなことを全然言えるから、言ってくださったら嬉しい。どこか行ってもいいのか、うん、言って。じゃあ明日のために寝ます。絶対美咲じゃないんだよね、運勢が。越谷レイクタウンにも来て、4期リレーベ来たし。あ、そうなんだ。え、そしたら私お話し、ちょっと待って。オッケーオッケー。私の生息地がいいよ、全然バラしていいよやばいね。最高。鹿児島来て、絶対結果される。そっか、鹿児島ね。OK、 本当におやすみなさい。おやすみなさい、かっちゃんさん。多分美咲じゃないから多分ね、文章違うんだよ。なんか美咲の文章じゃないんだよ。おやすみ。じゃあ明日待ってますからね。来るんだよ。スクショ返しパチャリ。嘘でしょいいいいいい、目開いてないから。ちょっと待って、目開けるわ。これ開かない、無理。開きませんごめんなさい、今日は開きません。足の方向おかしくなっちゃったし、今日は開きません、ごめんなさい。スクショは大丈夫なの？え、ダメなのスクショダメなことあんの？え、大丈夫じゃない？だって私ダメって言われてないよ。ダメって言われた、あ、ごめん、ダメって言われたって、そこでやめればいいじゃない会心の目取れました。わあ。今日はもう目が開かないです、ごめんなさい。そうね、うん、でも別に、うん、しちゃえしちゃえ多分動画とかあんま良くないのかもだけど、その少しぐらいならいいでしょ私みたいなね、なんか下っ端の人間がいいでしょ絶対いいよいいよ、しちゃうのだしちゃうのだとか言って、私も今日ビジュ悪いからダメやばい、本当に目開かない、開くフフ知らない。あ、これがね一番開く、このさ何しとんねんなんだけどさ、なんか一番開く。開いてるよ、目玉落ちるぞ、怖い。はあはあ、そんなこと言っちゃって。部長増田清平さん、こんにちは。45分までにしようかな。ちょっと今日はね、やることがあるから。私はもうデコチキ
また再注文入った方のデコチェキ書いて、ちょっと楽しみにしてる、ワクワクしてる。私の普段よりみんな空いている。そう、こんな目してるの、こういう目してる。お気に入り配信だからずっといるんだけど。お気に入りなの、お気に入りなの。最高じゃん。ありがとう。あおちゃんお気に入りを知らなかった。うん、知ってた、知ってたよ。髪の毛かん結んでるの、あ、髪の毛噛んでるのに見えた。髪の毛結んでいいでしょ。レンタンによってもらった。なんか難しか、難しくはないよ、私やってないから。自分の手柄にしようとするやつ。うん、はい。前髪やばいよって言われてたけど、ちょっともう難しい、自分でやるのは。はい、照れてる顔も可愛いよ、ありがとう。前髪はケープですか。うん、ケープ。白いのついてる。なんかケープやってくれた。ちょっとあちゃん目閉じてたな。はい、オッケーって言われた。髪型おちゃんがやったんじゃないの、すぐ気づいたけどな。なんかさ、自分でやったんだよ今日。そしたらなんかボコボコしてるって言うから、ありがたい。もう私は自分できないから。努力は何回もしてさ、 YouTube とか見てさ、たくさん練習してるのにさ、難しいんだよね。ふって、はあ、バカにしやがって。はあ、はあ、頑張ったのに、目つぶるの頑張ったのに、自分じゃ難しい。難しいよ、もう。あ、私めちゃくちゃ長いのね、髪の毛が。その多分胸ぐらいの高さまであるから、そのめちゃくちゃ長いから、ま、前の方が長かったんだけど、前腰ぐらいまであったから。私は結ぶ髪がないのさ。最高、いいやん、いいやん。え、結ぶ髪ない、え、なに、坊主さん、おはげさん、ショートさん、おはげさんか。おはげさん好き。うん、花髪王女と靴下男子、ちょっと待っててください。花髪王女は抜けます。バリカンで3ミリに自分で切ったりしてる。あ、結構短いのね。じゃあ坊主やん、坊主さんじゃん。いや、間違えた。こんにちは。あ、やばいやばい、全部間違えてんじゃん。はい、あ、ニトリ
ニトリ行った？ニトリ行ってないよ。こんばんは。こんばんは。何？なんか鼻かもうとしたら詰まってなかった。椅子ニトリ、あ、そうだよ、ニトリだよ。え、一緒のやつ多分さ買えるんじゃない？これ私がアイス屋さんでバイトして初めてお給料もらってそれで買ったやつ、配信用に。本当になんか配信頑張ろうって思って買ったやつ、それでしかないね。本当はだって私椅子必要ない人間だから。覆面レスラーみたいな椅子は嘘でしょ。ほーって、そう、ニトリ行ったよ。なんかそう見に行って、あ、どうしようかなみたいな。で、あの並んでるやつに座っていって、値段も見ていったんだよね。でゲーミングチェアがいいって私が言うもんだからさ、いっぱい探して。ニールくんさん、初見です、こんにちは。今日45分までです。あ、もうイベ最終日だったけど終わりました。ユニモうちもユニモないのニトリで椅子あったなと思って当てずっぽ。何、ユニモないって。どこあね、うちのインテリアニトリで部屋のそのまま買った。あ、本当、私もこれニトリ。あ、リコちゃんハートありがとう。痛むか、ありがとう。リコちゃんって、そう、私付き合ってる。え、なんて読む、ちょっと待って。タイ、え、待って、読めないんだけど。タイも、タイゼン、タイゼン餅食べ終わっちゃった。タイせんべい、あ、ありがとうございます。うん、2個食べた。2個食べた。でもあれ、私知ってる味だった。いや、タイせんべいは多分知らなかったけど、タイせんべいの味を知ってる。なんか美味しかった。なんかね、初めて食べるって思って食べたら、なんかさ、くじ引きの、くじの入ってるさ、京都とかに売ってるやつあるじゃないですか、こういうやつ、四角いくじせんべいみたいなやつ、あれの味と似てた。美味しかった。私あれ好きなんだけど、勝浦、あ、勝浦なんだ。へえ。袋から出してふにゃふにゃにして明日食べて。オッケー。私のりせんべい大好きだから、そんな感じになると嬉しい。ユニモっていうショッピングも、へえ、ニトリがあるの。ふふ、ういやばいよ、鼻が終わっちゃいそう。私はもう、ああ、なんか良くなった、目が。アリオは知ってる？あんま行かないというか、あるのは知ってる、でも行かないかもしれない。アリオっていう存在は知ってる。うん、アリオ、なんかごめんなさい、どこだっけ、あれ、千葉のなんかね、遠かったんだけど行ったことがあるの。なんかね、そこの近くにアリオっていうところがあった。
ね、思い出せない、ちょっと待ってね、わかんない、わからん、わからん。イオンは知ってるよ。本当は名前、本当はな、こんな名前です。タコさん、あ、タコさんなんだ、言ってよ、タコさん、わかるよ。てかありがとうございます、本当に今日嬉しかった。あれ美味しい、観覧数500超えてるじゃん。 あスクショしました。あ、うん、しなくていいよありがとう。ありように似た施設ユニも、うん、調べとく。え、そこら辺に住んでるんですか。千葉？違う、面白い顔の、え、こうやってやったやつ今やったわ、やばい、わかんない、ちょっとわかんないかも。めっちゃ千葉、あ、めっちゃ千葉なんだみんな配信してるの、あ、そうなの、そうなの、私さ、レンタのアカウント先わかんないんだよね、ショールーム。 TikTok は知ってるんだけど、ジェフが近い、あ、そう、ジェフ、ジェフ、ジェフ、そうそう、ジェフ、ジェフ、ジェフは知ってる。そう、なんかの、なんか、そう、あんまりその見たことはないけどもそのショールームやってなく、あ、やってないんだ。で、なんかダンス関係でそっちに行ったことがあって、それで知ってる。どこだったか忘れたけどその、なんて言うんだろう、私のアリオどこだったか忘れてる。思い出せない。マカリ？マカリのアリオってあったっけ？アリオは知ってんだけどさ。ソガ？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 ジェフ、ソガ？ソガ？ソガ？だと思う。わかんないわからん。そうで、そっちではないから住んでるのジフ市原か、市原の時は歩いて練習見に行けたけど、今あんまり。へえ、そうなんだ、そうなんだね。ジフ市原、ジフ市原、あ、そうなんだ。え、じゃあもう引っ越しちゃったってことか。千葉全然詳しくないじゃん。しょうがない、しょうがない、あんまだってでも いたよ、めちゃくちゃいたよ千葉。私なんていうの、ダンス習ってたところが千葉だったりもしてたし、そうね、縁とかもあって、そのご縁で何度か何度か何回か千葉に行ってたけど。エリーちゃんさん、こんにちは、フォローありがとうございます。まあいいや、ごめん、ごめん。今はジェフ千葉でしょ。あ、そうなんだ、スカに行っちゃったよ、もう行っちゃったよ千葉何年ぐらいいたの。千葉は中学生まで、 15？ でも15過ぎてからもう、そのなんか定期的に千葉には来てたよ
そのあなんて言うんだろう、お世話になってる人とかお世話になった人とかが大体千葉に住んでる人が多くて、いや謝らない、ありがとう、今はどこ教えない、今は教えない、ちょっと言ったらバレちゃうから。そうだったのに、そうだったの、詳しく、さくやれんさんのショールーム一応あるみたい。あ、そうなんだ、あの子の配信も見てみたいな、名前が出てこない、え、誰、二十歳前くらいまで行ったのかと思ってた。遊戯所で気になるわなるよ、絶対なるよ。私は高校から東京の方行ってたから、そうそうね、千葉にも行かないわけではなかったけど、そうあんまり行かなくなったね。でも行ってるよ、なんか別にそのなんか全然行かないとかはないです。なんだっけ、木更津アウトレットパークとかも行ったことあるし、うん、宮下パークに住んでるのは知ってるもうほぼ住んでるぐらいの勢いで行ってるからね私やばいよ、待って時間過ぎてからもう11時までで、いい、ごめんね、ちょ私はもうその後宿敵、宿敵じゃない、出口企画から宿敵がね、もう書いたの嬉しい。千葉県来たら蒸した落花生食べなきゃ、それが美味しいの、私あれ大好き、なんか白くなる感じが好き、うわなんかさあのさふにょふにょの感じが好き、ちょっとちょうどなげーな思ってたとこ。そんなこと言わなくていいじゃん、おでこにチェキファイト、おでこにチェキファイト、ファイティン、頑張るよ、おでこにチェキと、ね、よくわからないんだけど、おでこにチェキって書いておくよ。そう、もうごめんね、長くなっちゃって、嘘だよん、傷ついたからもう私知らない。じゃあチェキ100枚の計でお願いします。クス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 、 KSK さんこんにちは、知らない、ちょっと歌ってハツカさんに見えた、うん、私存じ上げてないかも、何されてる方なんですか。ちょっとスクショ しとくわ。いっそのこと死刑にしてくれ、やだそれはやだ、帰りは3時間かかったみたいだね、眠いよねって、お疲れ様でした、自分が眠い、いやーありがとうございます、嬉しい、もうそんなこと言っていただけて嬉しい、うん、ありがとうございます、お疲れ様って嬉しいよね、大丈夫、私はもう全力で寝た、嘘でも5分ぐらいぼーっとなんかしてた時間あった。元 AKB チームエイトの愛知代表、あおちゃん配信が僕の生きる希望、あじゃあやめちゃいかん、やめちゃいかん、じゃあ生きる希望にしてください、なんか、うん、絶対死なせない、私はもうそこは怖いから、もう今の目元が、え大丈夫、私に似てる、似てるって大丈夫、
私はありがたいことだけどさあ、さあなんかね、大丈夫？全員とチェキ取れなかったお詫びに全員に差し入れしたのさ。ありがとう、嬉しかったよ。そう、嬉しかった本当に。嬉しすぎるな、あれ美味しい。ってか私あれ好き。次じゃあマリーゴールドでお願いします。初見なのにありがとう、ありがとう、嬉しかったよ、本当に嬉しかったです。私も好きリコちゃんも好きだって。リコちゃんはチューリップの青いやつね。私はマリーゴールドがいいから。チェキの代わりにクッピーラムネで勘弁してください。あ、ミサキ買ってないじゃん。ごめん、こっちの話。クッピーラムネ勘弁してください。本当クッピーラムネ買ってください。これはもう本当にお願い、一生のお願いです。クッピーラムネ買ってください。私も箱買いしちゃったから。もたいもち、たいぜんもちね、たいぜんもち美味しかった。りこちゃん私も好き。うん、私の方が好きだからダメ。明日3時半起きの人が、え、じゃあ私も3時半に起きるよ。大丈夫。コンビニで売ってないよあれ。あ、そうなの？どこで買えるの？タイせんべい、せんべいね。ん？なんなのし？あーたん起こして、起こす起こすよ。なんなのし、タイせんべい。わかんないあ、駄菓子屋か。あ、私駄菓子屋大好き。あのさ、岡山のさ倉庫にあるの知ってる？岡山のさ大きい駄菓子屋があるんだよ。あそこ行きたいんよ。あそこ大好きだよ行ったことないけど、で調べたの、駄菓子屋さんにすごく行きたくて、あの10円ガチャガチャをやりたくって、そのこのさ、ふわしのでかいやつが欲しくって。俺も起こして、やだやだ、リコちゃんしか起こさない。え？ってん？みんなせんべい言うから。せんべい美味しかったよ。え？あれ？そう、私せんべい言ったよ。日本一の駄菓子屋とか行ってるやつね、岡山の。そう、あそこ行きたい。イオンにあるじゃん、そこら辺にもあるし。ないよ。あれインスタグラムルあ、待って、あら、インスタグラムもやってるんだ。みんなフォローしちゃおうかな。フォローしてください。私多分そのこのまんま調べてくれたら出てきます。何度も対戦持ちって言ってたよ。言ってないよ嘘つかないでよ、記憶ないよ何でありこちゃんもせんべい言ってたのか記憶ないんだけど私大戦持ち言ってないよ。え、だろうよごめんね、記憶ない。おくりこちゃんにこの後電話しよっとごめん配信中とか言われたらどうしよう。ということで私はランキング発表します。
り10歳 D さんありがとう。あ、じゃあ12位コバさんありがとうございます。11位レッドデビルさん、カムサムイナー、ありがとうレッドデビル氏。10位 N さんありがとう。9位リコちゃん、リコちゃん大好きありがとう。8位タクハチさんありがとう。7位サトウシュガーさん、シュガー、あ、私砂糖あんま入れないんだけどさ、何入れるかわかんないけど。6位マサトシさんありがとう。5位ペーペーさんありがとう。スイカ食べたい。4位ニックさんありがとう。3位ゆきまるさんありがとうございます。2位ヨッシーさんありがとう。1位タルタルソースさん、もう連続です、最高ありがとうございます。そんなおちゃんが好き本当。ぷぷ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 、あちゃんごめんね減らして。ん？減らしたの？何かわかんないけど。パチパチありがとうコバさん。ニールさんほらありがとうございます。はいありがとう、あはいって英語みたいになっちゃった。ありがとうヨシーさんいつも、ありがとうおやすみ。ゆきまるさんいつもありがとう、おやすみ。皆さんパチパチ、ヨシーさん最高、高内さん、うわゆきまるさんありがとう。チェチェチェ、お疲れ様でした。浜成雄さんありがとう。好き言ったら笑われたよ。笑ってないよ。ブブ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 。明日は何時頃配信になるかな。お昼やろうかな。か夜。あうちゃんおやすみどんぐりどんぐり。ありがとうどんぐりポーズ。え、じゃあさ、多分お昼ぐらいにやると思います。5時あれだか、あ、待って集合時間とかもあるよね。わかんない、時間にもよるかも。レイさんこんにちは。おやすみコバさん。もしかしたら夜になっちゃうかも、このぐらいの時間って感じです。またファンルーム書きます、てか X とかに書きます。またねゆきまるさんありがとう。ファンルームに、あ、ファンルーム書きます、気づいたら来るわよ。ありがとう、ありがとうだわよ。おやすみなさいませ。タルタルソースさんおやすみなさいませ。よろしくコバさん、オッケー待っててください。ということでありがとうございました。じゃあね、おやすみ、おやすみ、よろしく、バイバイ。